単語帳や暗記カードとは単語を暗記するために作られたノートまたは本のことである。単語帳と呼ぶ場合には自作のものと市販のもの両方が含まれる。もっぱら市販のものを指す用語は単語集と呼ぶ。外国語をはじめとする言語学習や学術用語をはじめとする専門用語の学習などにしばしば用いられる。そのほとんどが小さな短冊系のカードを リング状の金具でひとまとめにしたもので、手のひらに収まる大きさしかないため、ポケットなどに忍ばせて、ちょっとした待ち時間や空き時間にも利用できるようになっている。単語のみならず、慣用句でも利用される。その名の通り、主に単語を、おのののページの表側に書き、その裏に意味を記述する。利用者は、カードの表を見て、単語を覚え、その裏にある意味を確認する。 各カードを逆から開けば、意味を読んで単語を思い出す訓練にも利用できる。一枚一単語で構成される小型のもののほか、複数の単語を一つのページにまとめた長型のものもある。簡単に作れることから古くからあった模様だが、日本では受験戦争の活発化した1970年代より、通学途中の学生らに愛用者が見られ、受験勉強や試験勉強に利用されている。 基本的に暗記が必要な学習形態全般に利用できるわけだが、一般的には以下のような利用方法が見られる。各カードを印刷した既製品も一部では見られるが、手書きで書くことで、各々の単語や内容を強く印象づけられるという効果もあるため、依然として手書き単語帳の人気は高い。近年では様々な機器の電子化にも伴い、 この単語帳にも電子化した製品が登場している。電子単語帳と呼ぶべき製品では小型の液晶画面を持ち、ここに表示される内容をボタン操作で切り替えることができるようになっている。中のデータはパソコンに接続して書き換え可能である。また、携帯情報端末にもこの単語帳的な利用が可能なソフトウェアも存在している。 携帯電話で利用する Java アプリにも単語帳ソフトが見られる。電子辞書では特に学生向けの製品にてこの電子単語帳機能を備えるものも見られる。ありがとうございます。